4倍弱点。それは効果抜群と効果抜群が重なり合った泣き面に蜂のような状態のことを指す。今回は岩タイプを4倍弱点に持つポケモン6体で霊と対戦していきたいと。ヒュッポーちょっと待って、やばい、これやばい。重いよ。どうも、シメデカジュアルの夜です。今回は視聴者さんからいただいた企画をやっていきたいなと思いますわ。はい、まあ、実にちょっとね、結構あのエンディングで応募してたんですよね。なんか毎回応募してるからね。ああ、苦しいみたいな、うん、言ってたらね、7000の応募がありました。7000もないよ。7000もないよ。もうめちゃめちゃもう裕福。すごくない、俺たちの視聴者さんたち。企画裕福ですわ。企画考えるのすごない、7000は、うん、その中でもえりすぐりのね。うん、うん、まあ今回はまあ岩4倍統一、岩4倍弱点を持つね、うん、ポケモンたちですよ。あ、ヒードランが睨み利かし通したもん。そうですね、もうステロ絶対巻いてくるよ。うん、このヒードランブラッキーっていうのはステロ巻いてあくびしてみたいな。あ、そうね。で、ボーマンダで待って終わりみたいな。うんうんうん、あのボーマンダに回れたら終わりなので。そう、確かに。弱い4倍とか言いながら弱点も結構。そうね。思考弱点もあるし、電気もちょっと一回もやばいみたいな。はいはいはい。苦しいですけども、うん、こんなお前、こんな統一持ってきやがってお前。どうしたお前、怖お前。情緒ないやん。ドエスやなと。情緒。思いましたけども。うん、弱点を晒すってめっちゃ大事やけんね。あ、そうね。ああ、何事においても、ね、そうね、うん、弱点と向き合っていく、そういう戦い方していきたいと思います。うれとりあえず先発はまあテッカニーやな。うわ、テッカニー先発で2番手フリーザー、3番手ビビオンっていう、まあ、いいね。この戦術が多分めっちゃ強いですね。このパーティー好きやな。はい、この3体でいきたいと思います。おれ、さあシンガーファー。いや、絶対違う。シンガーもガーガーなかった、多分。あ、違います。シンガーファーではないと。まあ、対戦よろしくお願いします。お願いします。あのね、うん、まずビビオンがね、うちのエースです。あ、まあ、ビビオン強えよな。ビビオンえげつなく強いんで。ああああ。で、まあ、クリエイザーが凍る風覚えてるんで、はいはいはい、クリエイザーで素早さ下げて上からビビオンで、あの眠りこなして最悪のパーティー狙っていくっていうのが最悪のパーティー。まあ一つの戦法、まあプラン A ですね。ああああ。ただヒードランちょっとね、あの暴風も全然効かないんで、はい、うん、ここはまあね、テッカニの必殺技である、うん、命がけをしてね、このヒードランを削っていきたいと思います。落ちんやろ。落ちはしません、ね、ちょうどよく残ります。ちょうどよ、ちょうどよく残りますね。絶対ステロ巻きに来たな。うん、ちょっと落としてしまうと次ボーマンで出てきたら終わるんで。ああ、なるほど。風あ、ふんえん、ステローじゃなかったですね。うん、これはめちゃめちゃでかいですね。これちょっとチャンスじゃないですか。ここまで削ってさらにステローも任せなかった。うん、これがテッカニの強さです。いや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 、うん、ステロー選んどったら相手が。いや、まあただステロー選んどったとしても、うん、もうこのタイム作った瞬間にもうほぼね、ゲームが終わります。ああ、そうなんや。あとはヒードランのまあ眠り次第ですね。外すなよ。 2.5% オッケー。うん、もうこの複眼によってね、眠り後の確率めちゃめちゃ上がってますからね。 97.5 とかやね。 97.5 とかやったね。いや、俺ちょっとにわかなんで間違えてたらすみません。まあ95以上あるから。うんうん、うん、岩石封じよりも命中率は高いですね。そうね、そうね。だからもう当たると見ていい。当たる。当たると見ていい。まるで当たる。うん、俺見たことないからね、外したとこ。ああ、ビビオンの眠り子な。眠り子、暴風はあるけど眠り子な、俺見たことないですね。あ、ええ、じゃあもう、まあ外れるんやろうけどね。もし、はい、勝った。あいやいやいや、早勝ち。ここ吠えられたりしてたらちょっとね。あと急所に当たったりして。ああ、なるほどね。負けだったんですけど、ね、それがちょっと嫌って。うん、ただまあ風で結構削られちゃうんで。うんうんうん。あ、そしたら身代わりとか、はいはいはい、はい、もう貼る回数もちょっと限られちゃうんで。なるほど。うん、運次第になってしまうんですけど。スカーフ持ちとかおらんかな、裏に。スカーフ持ちはですね、まあいないかな、多分相手のパーティー的には。ああ、そうか。うん、いないかなと思います。あ、ブラッキーですね。オールドブラック。あのシンクロって何、眠りとかも適用されるっけ。ちょっとなんか、あー、シンクロわかんねー。シンクロね、状態異常がね、映るっていうあれですよね。シンクロわかんねーな。うん、ただ身代わりしたらシンクロって発動しないんですよ。あ、ディアス。だから身代わりします。あ、いいね。あ、シンクロ、そうなんや。身代わり状態ではそうです、ためになるな。そういうことですよ。まあ、ただまあブラッキーね、あくびブラッキーってシンクロにせん方がいいよね。あ、そうなん、なんで。毒打ったら毒なっちゃうからさ、こっちも。そしたらあくびが効かんっていうね、やりたいことできんやんって話。ああ、なるほどね。ああ、あくびによる規定を止められてしまう可能性があるから、シンクロはやめとけってことか。そう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 。すごいためになる、うん、っていう選出もありました。今回短いけどすごいためになって、ありがとう。もう、まあビビオンがね、うん、無双したってだけなんですけどね。はい、うん、相手の心をへし折ってしまいました。おら、シングルベイバーさん、対戦ありがとうございました。あ、絶対そんな名前じゃないね。さあ、待ちをしました。オッケーねーさん、対戦よろしくお願いします。オッケーねー、お願いします。うわー、強い。これはちょっと無理かもしれないですね。わー、強い。わ
番強い。あのね、うん、あのランドロスがまずステロを巻いてくるんですよ。まあ初手ランドロスをステロを巻いてくるのに対して一撃でほふれるやついないってこと。いないですね。しかもあのカプコケコ、ああこいつがね強い。あーこのバディ、あーほんとだ、すごい嫌やね。あもうめっちゃ嫌や、思ったより嫌や。これはやばいっしょ。思ったより嫌やね。しかもビビおるんでカプコゲコとか間違いなく来るんで。ガモス以外全員行かれるやん。そうなんですよ、めっちゃ嫌や。うん、ただまあ鉄火人が命がけとかあるんで。あ、そうかそうかそうか。うん、ステロ巻かれなかったら、うん、鉄火人が強いって。巻かれないことなんてありますか。巻かれないことはないと思いますけどね。だね、どうした。初手コケコ来るかランドロス来るかで戦術かなり変わっちゃうね。コケコが来るならコケコ来るなったらテカニンで命がけして、うんうん、天敵をね、のめしたいね。ランドが来れたらフリーザーから入りたい。そういうことですね。なるほど、うん、ただまあフリーザーは、うん、あの特防めっちゃ高いんで、うん、コケコの10万余裕で耐えます。あ、マジ、はい、優秀やん。まあ Z は無理ですけどね。はいはいはい、はい、なので、まあ、フリーザー先発で添えます。なるほど、先発フリーザーからの2番手はまあテカニン、うん、まあ、テカニンがおらんと。そうね、うん、コケコ無理なんで。で、はい、ラストはやっぱメガヤンマー、こいつ加速は強い。あーなるほど、うん、バシャーモとカプコケコには強くいきたいんで、うんうん、加速兄弟でいきたいと思います。はい、さあオケニさん対戦よろしくお願いします。お願いします。あ、多分これ負けるんで。いやいやいや、負けるんでこれちょっと、いやこれは無理だよ。これは無理だよ多分。ランドから来た、出しがち。ランディ・ジョンソンですね。引いてやろ、引いてやろ。いや引きたいよね、引きたいよね。ただまずランドロスの方が素早さは上です。うんうん、はい、地獄じゃん。そうなんですよ。で、ガンスギ藤打たれて、その後ステルスロックっていうね、うん、しんどい戦法ありますね。えぐい戦法あるよ。なので、こっちフリ、まあ、こぼれ風を打ったところで、うん、ガンスギ藤打たれたらちょっとしんどいんで、多分助けたと。なるほど、思いますんで、ここはもうフリーズライを打っていきましょう。なるほど、うん、ステルスロックから、ステルスロックからやったら、こぼれ風が正解だった。俺、おっしゃって言ってしまった。ああ、ここはこぼれ風が正解だったかなと。いや、でもまあまあまあ、どっちにしろよ、どっちにしろよね。もちろん、まあね、まあ無理やね。うん、え、じゃあフリーザバイバイやんか。いや、まあバイバイではないですね。あれ、バイバイではないですね。だから岩技の一貫やば。そりゃそう、全員4倍やからな。そりゃそうやろ、一貫やべえな。うん、まあここはもうフリーズライで連打していくかな。なるほどね。うん、まあガンプーやろうね相手は。まあガンプーが安定ですね。大爆発する必要ないんでね。あら、まあヨロギの実なんですけど。なんで今まで隠していた君は。ヨロギの実ですね。ヨロギの実、岩をね。うわ、すごい硬っ、こいつ。うん、半分にします。4倍で半減でこんだけ。そうなんですよ、結構硬くない。いや、フレーザーめっちゃ硬いよ。え、すごくないこれ。あのサンダーめっちゃあのね、素で耐えてない。素で耐えてますよ。え、すごっ、素で耐えます。半分いってないってことはそういうことよね。そういうことですよ。え、すごっこいつ。いや、フレーザー強いっすよ。知らなんだ、耐久めっちゃやばいからね。知らなんだ。あーっと、そしてアーゴヨンか。ここかっこいい子じゃなくてアーゴヨンか。アーゴヨンは、アーゴヨンは何、全抜き 狙おうとしてるね、これ。あー、なるほどね。うん、大文字打ってて全抜きしようかみたいな。あー、なるほど。うん、普通にね、ただまあ鉄火人がおるんでね。発生バカ誰が。くっそ、いや、それはね、甘いですね。 Z を打たれたことは、甘いですね。強っ。やけに冷静と思ったわ。いや怖っ。強い、マジで。いや、あのフレーザー穏やかなんで、あのタイプクリッチャー大文字ぐらいやったら確定したんですわ。いや、強よ、うん、びっくりした今。フレーザー耐久ぶりなんで、びっくりした。ヘドバイブですね、オッケーです。まだ早いの、これで。いや、あのガンスギウジで。あー、そうかそうかそうか、うん、素早さ落ちてるんで、はいはいはい、まあこの凍る風をすることによって、うん、メガヤンマーが1回加速でもう抜けるになってるんで。あー、なるほどね。はい、これでまあトントンですね、アゴイの素早さは。はい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 、うん、ここ鉄火人から出すかメガヤンマから出すか、うん、めちゃめちゃ重要な選択ですね。なるほど、大学第一志望より大事です。え、これ大学第一志望より大事だ。めっちゃ大事な選択ですね。裏どうなるって話じゃないもんね。あー、カプコケコは濃厚なんやけど、カプコケコやったらもう無理やけん。カプコケコはもう捨てたがいい。メガヤンマのもう無限のエアスラッシュのひるみにかけるしかないから。あー、なるほどね。ここはちょっとあのメガヤンマからいきます。はい、メガヤンマからいきます。鉄火人は多分ね、鉄火人は多分残しとってもまあいいことないけど、うん、まあメガヤンマで、うん、加速を最初にしとった方がバシャーモとか、うん、ギャラドスとか来た時に言わせたなんで、メガヤンマが、うんうん、なんでギャラドスもまあいいダメージかなっていうね、はいはいはい、感じですよね。さあ、守るのタイミングでドラゴン Z、うん、まあ、これは耐えるよ。うんうん、まあ相手からしたらまあこれはそうでしょうね。そうですね、うん、うん、急所に当たらなければいいですけど、頼むぜ。うん、さあここで Z を打ってくるってことは、まあカプコゲコいない可能性もあるのかなと思います。
あーなるほど。まあカップ U は Z じゃないっていう普通に単純なそのうんだ。あぶねえ、あぶにんだば、あぶにんだば、あぶないっすね。オッケー、ここで加速で素早さが逆転しました。なるほどなるほど、最強です。これはエアスラッシュ落ちるんですか。エアスラッシュで落ちますね、さすがに落ちます。アーゴンだったらメガヤンマの属性種族値ってまあまあ高かったよ。あーそうなんや。うん、忘れた。なるほどね、めっちゃ忘れた。はいはいはい、どれくらいかもわからん。120とかやがったかな。そんな高いの。そんな高くないわ。いやそんなくらいあったかあるけどな。どうだろうな、もやる、これもやもやする。メガヤンマの素早さは95やったかな。うん、確かこれも確か定かではない。あとバッ、あ来た、バシャーも勝ちや。ちょっと濁っとる。ちょっと濁ってますね。エアスラッシュを外さなければ勝ちますね。あ、いや、いいぞ。これはいいぞ。え、すごい。このパーティーに勝てるのはマジででかいぞ。自信や。自信なるね。うん。自信なる。カプコゲコは出てこなかった。うん。これが一番の要因。なるほどね。結構出てたら負けました。うん。いや、そしたら、当てろ！頑張った！頑張った！頑張った、お前は。よし、ナイス！落ちるよ、そりゃ。タイプ1のエースラッシュ。いや、なんだかんだフリーザ強い。なんだかんだフリーザ強いよ。いや、フリーザ完全に強かった。耐久ぶりのフリーザマジで強い。ランド、ヨルギを持たせることで、ランドとアポーヨン見れるっていう。そうなんです。強いわ。うん。もう反壊させましたからね。感動しました。ステルスロック以上の働きをね、はい、してしまいました。フリーザでございました。はい。ということで、オッケーね。さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ここまでのご視聴、ありがとうございました。ありがとうございました。一つ皆さんに報告があります。え、報告？企画が底をつきました。やや、皆さん何かいい企画をください。お、丸投げやん。お願いします。お、丸投げ丸投げ。